なるほど、両首脳を狙うテロリストか。可能性はあったが、そこまで具体的だったとは。帝国にしても共和国にしても一体何を考えている。ま、当然何かの狙いがあると見ていいだろう。市長や警備隊方面にも伝えた方が良さそうだな。ええ、そちらはお任せします。それにしてもお前たちがあのアルセイユに乗ったと聞いた時には耳を疑ったぞ。しかも国賓クラスの二人からそこまでの話を聞いてくるとは。一家の方でも当然チェックしていましたか。ま、こっちも突然だったんだから目くじら立てないでほしいっすね。そういう時は上に相談してから招待を受けるかどうかをだな。ありきたりの対応をこいつらにやらせてどうすんだ。呼びつけた相手も規格外みたいだし、ちょうどいいってところだろう。いやでも確かに変わったお姫様と王子だったよな。特にオリバルト王子ってのがあんな変人だとは思わなかったぜ。失礼よランディ、確かに愉快というかとても軽妙な方ではあったけど、でもいろいろなことをよく考えてる人だとは思う。あの護衛をしてた少佐もかなりの腕前だったみたいだし。それにクローディア姫とユリア巡査は素敵でしたね。姫殿下は気さくだけど気品があって、ユリア巡査はもう凛としててちゃんと妹さんの分までサインをもらえたみたいじゃない。どうしてそれを。まったく。まあいい、テロリストの存在が分かっただけでも収穫というものだ。少々明日の警備シフトを調整した方がいいかもしれんな。やはり正念場は明日、通商会議の本番ですか。ああ、明後日の午後には首脳たちも帰国する。何かあるとしたら明日の可能性が高いだろう。確か会議は昼からでしたね。ああ、午後1時からオルキスタワー35階にある国際会議場で行われる。それから一度休憩を挟んで夕方くらいまで続く予定だ。となるとその会議中首脳連中を守り抜けばいいのか。いや、オルキスタワー内部には万全の警備体制が敷かれている。ビル自体のセキュリティもあるし、会議中はむしろ安全だろう。加えて会場警備にはアリオスも参加する予定だ。それもギルドの立ち会いとして通商会議の場にもいるそうだから、安心といえば安心だな。そうなんですか。となると会議の前後が一番危ないかもしれませんね。タワーから出てきたところで遠くからターンって狙撃とかね。正直それが一番怖いパターンではあるよな。ねえねえライダー、あ、ブスッとしたおじさんだ。相変わらずしつけがなっていないようだな。すみません。ギーヤちゃん、この人はダドリンさんと言って。うん、ダドリン、久しぶりだね。元気だった？一家の捜査官たるもの、体調は常に万全にしている。じゃなくて呼び捨てはやめるがいい。ダメなの？じゃあダドリーおじさん。誰がおじさんだ、誰が。まあ子供にしてみりゃ十分おじさんだよな。それでキーヤ、何の用なんだい。ああ、そうだった。ロイドたちに通信が入ってるよ。通信が？あら、
通信機のベルは鳴ってなかったみたいだけど。あ、普通のじゃなくて顔が出てくる方。端末の方が。あ、キア、よく操作が分かったな。でもそれならティオスケか。夕方連絡してきたみてえだが。ううん、そばかすの人、なんだか顔が赤くなったり青くなったりしてるけど。遅いっての。まったく、いつまで待たせんだよ。悪い。それにしても久しぶりだな。元気でやっているの？ああ、もうそんな挨拶はいいっての。あんたらに至急頼みたいことがあるんだ。今から僕のベースを見てきてくんねえか？え、ベースってあなたが寝泊まりしていた？ああ、ジオフロント B 区画の第8制御端末のある場所さ。昨日から今日にかけてあの端末を勝手に使ってるやつがいるみたいなんだ。勝手に使ってるって、一体どうしてそんなことが分かったの？つがヨナコ、勝手に使ってるのはお前だって同じじゃねえか。それはともかく、僕の留守中あの端末には強力なプロテクトをかけたんだ。それで万が一それが破られたら、動力ネットの遠隔接続実験の時にアラートを送るようにしてて、そのアラートが今日来てたんだよ。それは君がプロテクトをかけた端末をハッキングした者がいる。つまりそういうことだね。あ、そういうことさ。かなりのハッカーなのは間違いない。とにかくとっ捕まえて二度と触らせないでほしいんだ。たく、自分のことは棚にあげて勝手なこと言ってやがるな。でもかなりのハッカーってちょっと心配ね。ああ、レンはもう帰ったはずだし、ロバーツ主任とも思えない。とりあえず見てくるから、また後で連絡してきてくれ。ああ、頼んだぜ。なんだ、行くのか？ええ、念のため。なんだったら俺一人で見に行ってきてもいいですし。おいおい、無茶言うなよ。そうね、いるのがハッカーだけとは限らないでしょうし。ご一緒します。待て、私も同行しておこう。え、へえ、どんな風の吹き回しだい？通商会議を前にしてイレギュラーな要素は少しでも把握しておきたいというだけだ。時間が惜しい、とっとと行くぞ。わかりました。それじゃあ軽く食後の運動と行きますか。課長、キヤちゃん、それでは行ってきます。ああ、せいぜい気をつけろ。行ってらっしゃい。
いいだろう。Thank you.
Thank you.
そういや、ここの扉の鍵はまだ持っているのか？ああ、さっき保管していたロッカーから取ってきた。確か例の小僧の部屋はダクトを通った先だったな。急ぐぞ。了解です。
あらら、いつの間にこんなものが。ひょっとしたら市の管理担当が防犯のために施錠したのかもしれんな。南京錠も市の施設課の方で一般的に使われているものだ。ということはそのハッカーが仕掛けたわけじゃなさそうですね。どうします、鍵を壊しますか。いや、大きな音を立てて相手に気づかれるわけにもいかん。このまま先に進んで小僧の部屋までたどり着くぞ。了解しました。やれやれ、ちょっとした腹ごなしじゃなくなったかな。もうぼやかないの。先生、気をつけなよ。いいだろう。いいだろう。エニグマクロコ。よし。やっ。僕の番。ちょっと。任せろ。さあ、行くぞ。私の番だ。なんとかなりましたね。任せておけ。任せろ。はっ、100年早いっつの。敵接近、迎撃を開始します。行きやー。任せろ。任せぬるいな。かかってきやがれ。エニグマ駆動。行きます。やあ、任せて。よし。任せろ。ぜ。私の番だな。邪魔だ。私の番ですね。は。発見、一気に決めるぞ。エニグマ、よし。やあ、任せて。任せろ。ぜ、無駄です。
任せておけ。はい、そっか、またきたか。俺か、おう、この調子で行くぞ。敵発見、強制排除する。そこ、またにゃ。よかった。敵接近、迎撃を開始します。邪魔だ。私の番ね。よし、あたしの番ね。そこ。上出来かな。お疲れ様。チャンスです。アイリサ、行くぞ。邪魔だ。行きます。そこ。上出来かな。ナイスファイト。上げていこうぜ。はい。行くぞ。は、私の番ね。そこ。任せろ。は、行きます。やあ、渡ってくぞ。行く。そこ。この調子で行きましょう。私の番ね。に、これはどう？はい。やあ！行くぜ。私の番だな。でこ、はい。あ、やあ！これで一安心ですね。無事だな。速攻で蹴りをつける。あ、俺か。任せ。いつもの。
なんとかなったか。そこだ。全力で行かせてもらいます。邪魔だ。行きます。催眠弾発射。上出来かな。うん、やるね。私の番だな。よし。やっ。俺の番。ぜ。え。任せておけ。行きます。え。はい。待って。よし、次に行くぞ。よし、私に続け。あ、私の番だな。邪魔だ。あたた。行くぜ。はい。またかい。みんな大丈夫か。だめ。いいだ。はい。はい。え、やっ。俺もか。さあ。はい。そっか。またかい。上出来かしら。うん。
時間の無駄だ。任せておけ。そこださてと、そこ任せろ。はよし、次に行くぞ。定期先生、気をつけなよ。いいだろう、私の番だな。やれやれ。うわ、さてと、やっ、俺の番だな。任せておけ。僕のいい夢は見られたかい。手こずってるかい。そげ、世話が焼けるもん。そげ、はい、三人だ、発射。さあ、行くぞ。よし、私に続け。Hey!
ここなら釣れそうだな。それ。よし、ゲットだ。よし、ゲットだ。それ。まあ、こんなもんかな。それ。こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。こんなもんかな。それ。まあ、こんなもんかな。それ。こんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。こんなもんかな。それ。それ。こんなもんかな。それ。まあ、こんなもんかな。それ。こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。こんなもんかな。それ。しまった。それ。よし、ゲットだ。それ。それ。
まずまずかな。